青春18切符のシーズンが来ましたー。イエーイ。というわけでおはようございます。現在5時20分。ここは赤羽駅です。今日はどこに行くのかしらね。本日は仙台まで行きます。仙台まで青春18切符だけで行くんですか？そう、本日はそういう企画です。あれ、でも青春18切符って原則普通列車にしか乗れなかったんや。はい、その通り。新幹線はおろか、特急列車に乗ることももちろんできません。というわけで、普通列車だけで行きます。かなりの長旅になりそうね。というわけで本日はよろしくお願いいたします。まず現在乗っていますのは宇都宮線、普通列車宇都宮行き。ひとまずこれに乗って宇都宮まで行きましょうね。まずは栃木まで行くのね。はい、そうです。それにしても、本当に外が暗いですね。青春18キッパーの朝は早いのです。皆さんはちゃんと睡眠はとりましょうね。今、この企画自体を否定するようなこと言ったわね。いやだって健康を犠牲にして旅行をするとかするぐらって見づらいですが、現在多摩川を渡っています。今ちょうど鉄橋を渡っているところね。さようなら、東京都です。それはさておき、窓ガラスがめっちゃガタガタ言ってるんですが。初めからこんなんで大丈夫かしら。古くてちょっとボロボロな車両ですから。せっかくなので昨日買ったクリームパンを食べるそうです。朝5時から微妙に不健康ね。この黒い不健康の方が人間らしいです。味はどうだったの？朝5時半から食べるクリームパンってちょっとだけ罪の味がしますね。朝は健康的なものを食べた方がいいわね。こちら埼玉新都心駅、京浜東北線は次の大宮駅が北限なので次の駅でお別れですね。いよいよお別れなのね。あとは高崎線とも別れますね。別れの多い大宮駅ね。別れの数だけ出会いがあるってもんです。ちなみに大宮から先、高崎線と合流することは今後ありません。それはそれは途中、歩き慣れた路線と合流しますけどね。てなわけで大宮駅に到着。せっかくですし椅子の解説をしましょう。快適なボックスシートね。そうですね、人間工学に基づいて設計された姿勢が良くなりそうなボックスシートです。快適なの？寝れるかはさておいて、きちんと深く座れる人なら快適だと思います。なお今後、こういうタイプのボックスシートばかり出現するのでお尻にはお気をつけください。今年はの嵐じゃないですか？そりゃあいつぞやの名古屋往復とは違って途中で転換クロスシートは出てきませんから。しょうがないわね。まあお尻を鍛えて強筋に。朝6時にもなってないのに上の方面に行きそうな人が結構いますね。人間が朝っぱらから忙しい生物ですね。それを尻目に北上するのね。目指すは仙台です。ここで立ち止まってなんかはいられません。まだ距離はあるものね。一個で捨てましょうね。というかバリバリに起きているつもりなのね。人間が朝っぱらから忙しい生物ですね。古河駅で一瞬だけ茨城県に入ります。一瞬だけ？はい、東北本線内にある茨城県の駅は古河のみですから。東北本線の総距離からしてみれば一瞬ですね。東北本線の総距離は535キロもありますからね。列車はもう間もなく小山駅に到着。気づいたら栃木県ね。いよいよここからそこそこ長い栃木県です。向こうには水戸線の E531系が止まっていますね。常磐線の車両ね。走行しているうちにムカつく行き先、小金井に到着。もうだいぶ日も明るくなってきましたね。現在6時30分ですね。ここまで来ると宇都宮ももうすぐかしらね。走行しているうちに宇都宮が近づきました。この列車とももうすぐお別れかしらね。次はどんな列車に乗れるんでしょうか？いえいえ、こちらこ宇都宮に到着ね。ここで乗り換えですか？その前にコーヒー缶捨てなきゃいけないです。捨てましょうね。ちょっとこちら気を取り直して、次に乗るのはこちら。もともと京葉線で走っていたメルヘン顔の205系です。これに乗って黒磯までですか？この京葉線205系、顔が独特なことからメルヘン顔と呼ばれています。言われてみればディズニーランドが似合う顔してるわね。今は縁の遠い場所を走ってますけどね。
というわけで黒磯まで乗車としましょう。ところで黒磯ってどこよ？栃木県のかなり北ですね。那須高原よりは少し南ですけどね。でも栃木県内完結ならそこまで長くなさそうよ。そうですね、乗車時間は1時間にも満たないです。転覆に伴いトイレ取り付け改造工事が施されています。漏らす心配はなさそうね。ちょうど角の席が空いたので座りました。車端部のこのスペース、ちょっとしたテーブル代わりになるので便利です。駅弁を広げて食べるのはご法度だろうけどね。特等席ですね。ですがこの車両はオールロングシートなので、あまり派手なことはしないようにしましょう。北上していくにつれ、じわじわとローカル感が増していく車窓になってきます。よく見かける田園風景ですね。ちなみにこの時、本当に眠かったみたいで、この区間は全然動画がありませんでした。睡眠不足は良くないわ。というわけで黒磯に到着。ここでもまた乗り換えね。ついに仙台まで200キロを切りましたね。たくさんの人が乗り換えますね。乗り継ぐ電車の座席を求める黒磯ダッシュというお祭りです。はい、これが次に乗り継ぐ電車、東北本線の E531 系です。猫線や常磐線でも見ましたね。その車両がここでも走っているんです。早速この常磐線じゃなかった、東北本線に乗って新白河まで行きましょう。もはや見慣れた車両ね。というわけで発車。ここから20分のロングランならぬショートランです。それはさておき、幅広く活動するかと思ったら20分くらいしか走らないのね。そうですね、この区間に E531 系が走るようになった理由はちょっといろいろありまして、まず黒磯駅は硬直流両方の電気を使い分けていたのですが、2017年をもって完全直流化。それにより交流電車である E721 系は黒磯に立ち入ることができなくなってしまいました。そこで交流にも直流にも対応した車両である E531 系を導入したというわけなのです。ふーん、必然的に新白河での乗り換えが生じるようになってしまったのは痛いですが。新白河って何があるの？駅から15分歩くとイオンがあります。電車の待ち時間として使うには微妙な距離ですね。待つのが嫌な場合は新幹線を使いましょう。それも1時間に1本しか来ませんけど。次の白坂駅でいよいよ福島県入りです。いよいよね。それはさておき、車内表示器の下の路線案内に東北本線が一切記載なしなのがちょっとかわいそうです。ハブられちゃってかわいそうね。東北地方最初の乗り換え駅、新白河に到着。やっと東北地方ね。ですが、ここでやっと半分といったところです。先は長いですね。というわけでこちらの車両、E721 系に乗って郡山まで行きます。東北らしい車両ね。独特なチャイムになったわね。ついに東北地方をメインで走る車両に乗車。感慨深いものがあるわね。そう、列車だけでですからね。これぞ青春18切符旅です。ところでドリンクホルダーがついているの少し嬉しいですね。ここにパンケーキでも乗せ。ゆったりとした旅はどこまでも続きます。ちょっと窓ガラスの都合上、青っぽい感じの車窓になっているのはお許しください。見る限りちょっと閑散とした風景になってるわね。大都市からはそれなりの距離がありますし、この辺1時間に1本クラスですからね。路線名は立派なのに、ちょっとかわいそうです。でも車窓を見たら、なんとなくうなずけるわ。東北本線は貨物列車が多めです。そんなもんなのね。 E721 系はボックスシートなので、車窓を撮影するときに11機を使わなくていいのがちょっと楽です。なかなかいい車両ね。しかしボックスシートの欠点は少なからずあります。
向かいに人がいる時を使うし、何より混雑に弱いです。首都圏にボックスシートがあまり採用されないのはこれが原因だと思われます。人が少ない東北地方ならではね。今回の旅の目的地の人口、分かってますか？水分船に乗り換えられる朝神奈川森を発車。というわけで、次は郡山です。割とよく聞く都市に着くのね。ついに福島県のターミナル駅に到着ね。新幹線の線路らしきものも見えてきましたね。郡山にはそこそこの頻度で新幹線が来ますからね。なお、この列車、郡山に着きますと、9時25分発、東北本線下り、普通列車の福島行きとなります。引き続き、下り列車念のため確認しておきたいんだけど、これどこ行き？福島駅になる郡山駅ですよ。だいぶ複雑ですね。郡山駅に到着です。福島駅になってるわね。この駅で長時間停車するので一旦外へ。まず改札外に出ましょうか。久しぶりに改札の外に出ますね。久々ね。駅そばタイム。東北地方で初めての食事ですね。美味しそうな見た目してるわね。途中のグルメを食べるのもまた青春18切符旅の楽しみですよ。美味しいのは分かったから、カメラを曇らせないでほしいわ。まだ時間が余っているので、駅前でも映しておきましょうか。こうしてみると、大きい駅ね。福島県第2位の人口を誇りますからね。まだ少し時間はありますけど、そろそろ戻りますか。18キッパーに20分休みを与えるとこういうことするのね。というわけでこちらの新白川発郡山一括福島駅に乗って福島まで行った。いよいよ県庁所在地のある福島まで行くってわけね。それはさておき、福島県内では3回の乗り換えが発生するんですね。ここら辺も車社会っぽいですからね。せっかくですし椅子の解説をしましょう。人間工学に基づいて設計された姿勢が良くなりそうなボックスシートです。最高層じゃないの。言ったじゃないですか、こういうタイプのボックスシートばかり出るって。深っかからはほど遠いボックスシートですが、あるだけマシと思うべきなのかもしれません。ちなみに帰りに乗った深っかロングシートの701系だとぐっすりでした。柔らかさ、大事ね。余剰はありますよね。都会の喧騒から離れるってこういうことなのかもしれないわね。本日はあいにくの曇天ですが、リフレッシュにはなりそうですね。これだから旅行はやめられない、と夜メロンはいつも言ってます。ございました。終点、福島に到着です。いよいよ福島駅に到着だそうです。動画だとここまで13分ですけど、実際はかなりの時間がかかってそうですね。ここまで4時間51分です。楽しいです。目に正気を感じないけど平気。安心してください、言ってます。福島駅に到着です。さっきまで乗ってきた車両は折り返して郡山駅になるみたいです。さっきみたいなことはないわけね。あれは東北地方ではよくあることですけどね。次に乗りますのはこちらの快速シティラビット仙台行きです。30分逆の待ち時間があるわね。だとしたらもう駅探索するしかないでしょ。駅前に出てみました。県庁所在地のくせにやけにレトロ感溢れてるわね。あるものも購入しましたし、そろそろ戻りましょうかね。719系という211系に似ている車両が止まってましたが、これには乗りません。このボロボロの車両には乗らないってわけね。次に乗るのはこれね。この快速シティラビット仙台行き、E721系線番台に乗って仙台まで行きます。海をよく見たら緑の上が赤じゃなくてピンクになってますね。いよいよ仙台へ向けて最後の乗車です。ちゃんと仙台行きに乗ってるのね。久しぶりに大量の線路を見た気がします。立派ですね。車窓は安定してローカルな感じです。次は白石です。仙台方面からの電車は白石止まりが多いです。福島からも何本かありますけどね。仙台のテリトリーに入っていくのを感じますね。そうですね、じわじわと乗客が増えているあたり、
中心街に少しずつ近づいているのを感じます。ボックスシートだと混雑に弱いのが欠点です。でもまだ広く混雑はしてなさそうよ。この時点ではですよ。先ほど福島ではあるものを買ったと言いましたが、それがこれです。パン？これはですね、クリームボックスというご当地パンです。上にはミルクっぽいクリームが乗っかっている甘いパンです。美味しそうね。さっきそば食べたばかりなのに。美味しけりゃ何でもいいのよ。もはや人間も同様で、美味しければ美味しいほど頼む。間もなく岩沼、常磐線と上野以来の再開です。聞き慣れた路線とついに合流ね。感慨深いですよね。ここからは東北本線と合流して仙台を目指します。確かに常磐線です。色が関東でもよく見るやつね。常磐線の離島市動画は以前アップロードしているので、気になる方はぜひ見てみてく。名取では仙台空港アクセス線と合流。もうここまで来ればあと少しです。いよいよ次が終点の仙台ですよ。やっとね。ちなみにもうここまで来ると混雑がまあ凄まじいです。これはさあなしですよ。仙台のデカさを思い知らされるわね。大都市の風格です。さすが人口100万人を誇る都市ですよ。それよりもやっと着くっていう感動がすごいわ。でも途中でいろんなことしましたね。なんだかんだ言って楽しかったですね。そんなわけで終点の仙台に到着。長かったです。頑張ったわ。本当にこれだけで行けましたね。以上、本日は仙台まで青春18切符だけで行くという企画でした。途中下車すると楽しいっていう経路だったわね。ご当地グルメを食べたり、駅前を探索してみたり、青春18切符で東京と名古屋を往復した時とはまた違う旅ができました。では、今回はここまでです。また次の動画も見てくださいね。この動画を参考に、みんなも機会があったらやってみてね。